アクロポリスから眺めたアレオパゴスの丘アテナイの地図。中央北西にアゴラ、中央南東にアクロポリス、その間にアレオパゴスがある。アレオパゴス会議、あるいはアレオスパゴス会議とは古代アテナイの政治機構。アテナイ政治における貴族勢力の画像であり、古代ローマにおける元老院のような役割を果たした。アレオパゴス評議会、アレオパゴス評議所などとも、 アレオスパゴス、あるいはその名りである、アレオパゴスとは、アテナイのアクロポリス西北面の中原にある小高い丘であるアレス人の丘のこと。ここに、貴族たちの会議所が置かれたため、アレオスパゴスは、この場所を指すと同時に、その気候を意味することもなった。日本語では両者を区別するために、後者の意味では、会議、表議書等と表現する。 この機構の議員は最高職であるアルコンの経験者から選出され、その地位は終身かつ貴族によって独占されていたため、民主性確率のための大きな妨げとなっていた。こうした中、全462年にエフィアルテスやペリクレスが結託して政変を起こし、アレオパゴス会議の多くの権限が剥奪された。これにより、政治上の多くの権限は民会に委ねられるように、 なり、民主性が確立されていった。アレオパゴスから望むアテナイのアクロポリス、アレオスパゴスの名前の由来は定かではない。古代ギリシア語のパイガンマは、大きな岩の一塊を意味する。アレオスの部分はアレスカエリニュスから来たものと考えられており、その麓には、殺人を犯した者がその報いを受けまいと逃げ込んだ、エリニュスの神殿がある。後に、ローマ人たちは、 ローマの戦の神マルスからこの岩山をマルスの丘と呼んだ。アレオパゴスの付近にはアレオパゴスのディオニシオの聖地もある。前古天気にアレオパゴスはローマの元老院のように町の長老たちの議会として使われていた。元老院と同様に議員はアルコンのような感触の経験者に限定された。紀元前594年にアレオパゴスはその機能を 権限をソロンに譲り渡した。ソロンは民主的な改革を通して議員の再構成を行い政治的機能をアレオパゴスに戻した。紀元前462年にエフィアルテスはアレオパゴスが民衆裁判所で行われる殺人に関する判決以外のほとんどすべての機能を奪う改革を行った。紀元前458年に上演されたアイスキュロスの エウメニデスにおいて、アレオパゴスは、オレステースが母、クルタイムネストラート、その恋人、アイギストスの殺害に関する裁判の場として描かれる。紀元前4世紀のギリシアのヘタイラのフリュネは、その美しさで名を馳せていたが、エレウシスの悲技を冒涜したとして、アレオパゴスに引き出されている。一説では、彼女が衣服を脱いだところ、裁判官たちは、 彼女の体の神聖さを感じ、無罪としたという。紀元前4世紀にアレオパゴスは贈賄の調査という新たな機能を持つようになったが、最終的な判断は依然として民会に委ねられた。多くの都市国家の制度と同様に、アレオパゴスの機能はローマ時代にまで残存し、この場所で知られざる神へと書かれたアテナイ人の祭壇について、 使徒パウロが有名な演説を行ったとされている。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから手で作った神殿などにはお住みになりません。アレオパゴスという語はまた現代のギリシャの上院の名称としても使われている。アレオパゴスから望むアテネの昼間の様子アレオパゴスから望むアテネの夜の様子。ありがとうございます。